皆さんこんにちは、宇賀弘道です。今日も、前回に引き続きまして、10月2日の第5回目の法廷で、何が明らかになったのかということについてご報告したいと思います。これまで、2回ですね、宇賀江川、弁護団がどんな証拠証人を、法廷に出したか、我々の論点が正しいかということを証明するために、どんな、証拠を出したかということをご説明しました。ここでですね、オリコンさんがどんな、証拠証人を、認めてほしいというふうに東京地裁に申請したか、ということを、ご報告しないと不公平だと思いますので、それをご報告したいと思います。つまりオリコンさんが、宇賀江が、名誉毀損を犯したということを証明するために、申請した、証人、2人おられます。これをご報告したいと思うんですが、これは東京地裁によって2人のうち、1人が、認められました。つまり、第6回次回の法廷、これは12月11日なんですが、では、証人として出廷するのは私宇賀江本人とそのオリコン側証人のお一人、二人だけということになります。オリコン側証人としてご出廷なさることが認められたのは、私のですね、電話取材を、2003年、今から4年前ですね、1月14日に受けたと、電話取材を受けたと、と主張される元、いいですか、もう退社されている方です、オリコンの社員の方を、申請されました。この方が出廷されます。それだけだったら私別になるほどと思うんですけれども、一つ不思議なことはですね、証拠の申請がないんですね。つまり人は来るんですけど物はないんです。どういうことかと言いますと、私は自分も証言しますし、自分が当時書いた、そのオリコンの取材を受けながら書いたメモですね、取材メモ、それとそのメモの結果できた記事、アエラの、2003年の記事ですが、この2つの記録をものとして、つまり証拠として提出します。実はいいです、細かいことはいいんですけれども、その2つです。それでですね、オリコンさんからはなぜかその当時私の取材を受けた方が取ったメモ、私との会話を記録したメモ、あるいは録音したテープ、そういうものの証拠の申請が一切なかった。これは2つのことを考えられます。1つはそういうものが存在しない、つまりメモも録音もないということです。もう一つの可能性は、メモや録音を提出するとオリコンさんの主張にとって不利なことが記録されているとということが考えられます。いずれにせよ、そういうメモや、録音というものの記録を提出しないということは、オリコンさんにとって、裁判官の心証上決して有利なことではありません。しかもですね、面白いことにですね、オリコンさんは証人、2人私の取材を受けてくださった方いらっしゃるんですが、の陳述書、私はこういうことを、宇賀江と話しましたという紙に書いた陳述書を提出したんですが、なんと証人の申請を、その筆者の証人を呼ぶという申請を東京地裁にしなかった、呼んでもいいですかっていうことを聞かなかったんですね。で、私これあれとか思いまして、オリコンさん証人いないのとかですね、最初思ってですね、ハラハラしてましたらですね、なんと裁判長がですね、オリコンさんは証人はいないんですかと、というふうに促したんですね。そうするとオリコンさんの、代理人である、笹波正義弁護士がですね、渋々という感じで立ち上がられまして、私の2003年1月14日の取材を受けたという元オリコン社員の方を証人として申請しますと、その段階で初めて言われた。これ私とても不思議でした。もし私の言ってることが嘘だというふうに、積極的に証明したいならば、その場で、
この人を証人として呼びます。この証人がウガヤの言ってることは嘘だということを知ってますっていうふうに申請するはずですね。しかも、裁判官が弁護人が連れてきますか、それとも裁判所から召喚しますかと聞いたんですね、オリコンさんに。弁護士が連れてくる証人というのは断ることができます。ところが、裁判所が召喚すると断ることができません、無理やり引っ張ってこられるわけですね。強制力がある。で、オリコンさんの弁護人である笹波正義弁護士はなんと裁判所に召喚してくださいっていうふうに依頼したんですね。これも私は非常に不思議でした。もしその証人の方が自信を持ってウガヤの証言は嘘だとということを証言できることを積極的にやるならば、なぜ弁護人が自発的に連れてこないんでしょうか。これは全く不思議です。そしてもう一つ申し上げますが、先ほどのようにオリコンさんからはメモも録音も証拠として出されていない。そのベースの上でどうやって2003年1月、つまり今から4年9ヶ月前のたった一本の電話の内容を思い出すのだろうかと。どうやってそれほど、まあ、私よほど記憶力の良い方が証人としておいでになるんだと思います。この点につきましてもう少し詳しく、次回ご説明したいと思いますので、今回はこの辺で失礼いたします。どうもありがとうございました。